まだ出てくるのか。このままじゃキリがない。下がれ、女子は。権限する。待って、兄さん。ダメだ。クリスタル神殿はまだ先。ここで兄さんの力を使わせるわけにはいかない。じゃあどうしろって。間に合ってよかった。どうしてここが。ガブよ、ドレイクスパインへ向かうには必ず王都から天空橋を渡る。だからあなたたちの火星に行くならここに乗り込むべきだって。それにあの方も。まさか来てくれるなんて。約束を果たしに来た。ディオン・ドゥ・サージュ、助力に感謝する。では気候がイフリートか。ロズフィールド卿から伝言がある。最後まで自分を信じて戦え。兄上もきっとそうした。伝えたぞ。確かに。ありがとう、ルサージュ卿。ディオンでいい。おいおい、一仕事終えたって顔してるけど、まだ戦いはこれからなんだぜ。感動の再会はそれくらいにしとけよ。ああ、分かってる。必ず破壊する。ドレイクスパイン、クリスタル神殿はこの先だ。覚悟はできてるか、みんな。カシアどもがゾロゾロと。この場を任せろ。あなたたちはマザークリスタルを思う存分やってこい。みんな、ジョシュア！
ジョシュア、ジョシュア、起きろ。兄さんなのか。ここはどこなんだ。ここは人のかも。何じゃ、罪深き人を有する次元の狭間。アルテマ！ミュトスよ、そしてフェニックスよ。ここに何じら火の子らが揃うのもまた定め。何じらはその身に刻まねばならぬ人の犯した罪の深さを。閉じ込められたようだね。だったら奴を倒して脱出するだけだ。決着をつけてやる。人の罪を語るには、それの誕生以前に時を遡らなければならない。悠久の昔、魔法という名の奇跡が生み出され、この世界を大いなる繁栄に導いた。まだ道が続いている。行こう。
とあるべき世界の創生には莫大なエーテルとそれをなす大いなる魔法に耐える肉体を要する。我は策を練った。一つはバリスゼアに配したマザークリスタルから創生に必要な量のエーテルを集めること。もう一つは我を模した人という種を作り器となりうる肉体を芽吹かせること。人を作っただと？そう驚くこともあるまい。人とはないどこに住みぬミュトス汝を育むためのな。我はミュトスという果実がなるのを待ち時が来るまで眠りについた。だが我が眠ったことで人は我とのつながりを失った。人はそれを主に見捨てられたと錯誤し導きを求めて名もした。そして罪を犯したのだ。自分自身を主とした自我を作るという大罪をな。己を維持するがために、故に人の持つ自我は際限のない欲にまみれている。己の充足と優越感を欲した結果、ついには人の手によってこのバリスゼアに苦労を生じさせた。これもまた人の罪に他ならない。人が自我を持ちバリスゼアに黒の一体を生んだのが罪と。人の罪、それが奴と何が違う？アルテマ貴様が。成長を見守ってきたのだ。今こそ己が役割へと帰るがよい。そしてミュトスは黒の生じぬ世界の創生を。黒の一体、貴様だって生きるためにそこから逃れたんじゃないのか。生きるために自我を持ったんだ。お互い望みは同じだったのに、手を取ろうとは考えなかったのか。我が人となぜだ。地球に何を求めるというのか。汝の言語は理解に苦しむ。汝が生まれた以上、人はもうその役目を終えたのだ。残す必要もあるまい。創生をもって人は滅す。
どういう意味だ。我に背き罪を犯す人などまことあるべき世界には無用なもの。この世界は我がもの。そこにあるものをどうしようが我の自由ということだ。ここは俺たちの世界だ。勝手なことをさせるか。何？我は世界の断り。その力を制するは容易。兄さん。俺たちならやれる。ああ、そうさ。自我を持つゆえにあだなすか。心得る。まことの主の言う覆すことなどありませぬ。で汚れていてもここは俺たちが生きてきた世界だ。俺たちと貴様とどちらかしか残れないのなら貴様が消えろ。この手で世界を黒から救う。自分たちの意志で生きていくために。もうお前の好きにはさせない。ここで終わりだ。罪深き人よ、廃棄せよ。Shit!
罪を重ねるつもりとは。どうなってる？景色が変わってる。そろそろ終幕ってことか。ああ、もうたくさんだ。ここで終わらせてやる。ということを忘れたか。
そ幾星相を待ちわびた器よ。だが、主にあだなした。この大逆の罪は捨ておけぬ。今ここで、何時の、その、声太った自我を滅する。なあ、クライブ。シドを名乗るお前は誰かを救えたのか？マザークリスタルの破壊、たくさんの人を不幸にしてしまったわ。結局、志など何の役にも立ちはしない。所詮は綺麗事なのよ。後にも先にも、そこにあるのは積み重なった死体の山だけ。そう、どんなに頑張っても報われることはないんだ。だからもう無理はしなくていいんだよ。そうなのかもしれない。お願い、誰か私を助けて。誰か私を愛して。どうして手に入らないんだ。こんなに願ってるのに。人が自我を持ったがために己の欲望に固執する、不完全な存在となった。それゆえ自らを苦しめ、あやめ、自らの欲望で世界さえ壊してしまう。なら、何も考えない方が楽になれる。ああ、そうだな。クライブ！これは幻だ。すぐに終わる。帰ろう、兄さん。兄さん。あなただよ、クライブ。クライブ。
う一度呼んで。クライブ。これでも迷わない。そうだ、俺はクライブ・ロズフィールドだ。兄さん、アルテマ。ミュートス、ここまでしても自我を消すことができんとは。しかし、なぜフェニックスがここに。外界から干渉することなど人の身にできるはずが。いや、元よりここにあったのか。ミュートスの自我にフェニックスの像が刻まれ、思念によってその実体を得たとでも。思念が人を創造。人の思念、思いとはこれほどまでの力を。ここから出させてもらうぞ。目を覚まして、兄さん。ジョシュ、俺は大丈夫だね。奴の支配から逃れた。それより、偽りの神となろうというか。進化の道を外れ、我と肩を並べようなど。これ以上汝の見ままを許しはせぬ。一体何をする気だ。オリジンをもって我本来の力を蘇らせる。そして汝に耐え難き絶望を与え、文字通り肉の器としてやる。我が力、思い知れ。Thank you.
すべてのマザークリスタルは消滅し、エーテルを集めるという役目を終えた。長きにわたる計画も、間もなく終局を迎えようとしている。お前もまた、その眠りから覚める時だ。さあ、アマかけよ、オリジン。ドレイクスパインは消えたってのに、あいつらどこに行っちまったんだ。おい、あれを見ろ。エーテルが集まってる。一体何が起こっている？わからないわ。戻ったのか？クライブ！ジョシュア！ジル！みんな無事か？平気よ。何があったの？詳しくは後だ。見ろ！エンタープライズを出せ！引くぞ。目的は果たした。世の役目だ。頼む。Yeah.